こんばんは、ポップです。エフェクトチャンネル9月8日火曜日、本日も先進国通貨4ペア4通貨の解説から始めていきます。順番はいつも通り、米ドル円から始めまして、豪ドル円、ポンド円、そしてユーロドルの順番で解説をしていきますので、よろしければ最後までご視聴ください。 今日はね、フリーランスの洗礼を受けたということでございました。市役所からね、封書が届きまして、分かってはいたんですがね、住民税の請求がね、届きまして、こちら開けてみましたら、50万円払ってねという形でね、まあトレード等でもね、利益出た分はしっかり両立て等で調整をしていたんですが、まあサラリーマンの給料というのはね、どうしても払わないといけないということで、まあ今まで転引きされていたものが自力で払うとなりますと、よりね、痛い気持ちがね、あるかなというところでございます。 そして、国民健康保険もね1回見積もりと言いますかどれぐらいになりますかといったときに8万円ぐらい月々払ってくださいという形でねいやこれはたまらんということで任意継続をねさせていただいたんですがちょっとねやっぱり税金だとか健康保険ですねああとま厚生年金に関しましてはフリーランスですと国民年金になりましたのでそちらの方はね年収によっては変わらないという状況でございますがやっぱりねこのように天引きが多いという形になりますとねせっかくの税金ですのでね 有意義に使っっていいいたたただきたいなと思ったと思ころでございますちょっとね、マーケットから逸れましたが、ちょっとね、今、ポンドの方が非常に動いているということでね、イギリスの EU 離脱、これが難航しているというところでね、相場の方が動き始めているというところでございます。それではね、まずは今日の振り返り、東京マーケットの方を見ていきましょう。こちらのサイトをご覧ください。 世界の株価のサイトでございます。昨日のニューヨークマーケットはお休みということで、えー、今日は、ね、東京マーケットからです。東京マーケット日経平均は前日比プラス184円、終値で23,274円ということで、順調に0.8%上げましたというところでございます。 しかしながらね、東京マーケットが終わってヨーロッパ時間になりまして、先ほどお話しした通りですね、イギリスの EU 離脱が難航しているというところを受けまして、日経平均の時間外取引の方では170円ぐらい今下げているというところと、ダウ平均に関しましても、先週末の28,133ドルから若干60ドルぐらい下がっているということで、少し下方向、リスクオフの方向に傾いているというところでございます。そして、原油だとかね、ゴールド 相場も下がっていいるととうことで全体的に、ね、資産の方が値下がりしているかなというところでございますので今日の、ね、ニューヨークマーケットのオープンは注目をしていきたいという状況でございます。それでは早速、ベドルの方を見ていきましょう。はい、こちら、ベドル円の15分足。 1> 約1日のの時間軸のチャートでございます私の方はねちょっとショートポジションをドル円の方で持っている形でございますが今日のヨーロッパマーケットの初動に関しましてはポンド等が、ね、下げる中でベイドルの方は、ね、逆に資金が集まるというところで一時は、ね、106円35銭という形で、まあ、1日の中の高値というところをつけたところでございますしかしながらね、まあ、昨日から振り返ってみますと昨日のね安値のところが106円 えー、そして高値が106円35銭ということでわずか20ピプスしか動いていない。 それはね、やっぱりアメリカが急場だったというところがありますが、ドル円の方はね、あまり動きがない中で20ピップスしか動いていないというところなので、ちょっとね、こちらのレンジを抜けた時には大きな動きが出てくるかなというところでございます。一旦上方向をね、目指したドル円でございますが、結局はね、元の106円20銭台に落ちてくるということで、方向感は結局はね、まだ出ていないということで、今日のね、22時30分以降のアメリカのオープンを待ちたいというところでございます。そして、60分足ですね。 1> 約1週間の時間軸をご覧いただきますと、今まではね、106円50銭と106円というね、50ピプスの間をうろうろしていたのが、ここ元のね、動きでございましたが、徐々に徐々にね、値幅の方が小さくなってきておりまして、こちら、上値の方も下がってきているという中で、下値の方もね、切り上げつつも、いわゆる、ね、三角ペナントを形成してきたというところでございます。まあ、こんなような形でしょうかね。 はい、えー、このような形で、えー、三角フラッグですね、失礼しました。あ三角ペナントですね、えー、これを、えー、形成してきたというところでございますので、まあ、大きくね、上方向に抜ければ上のトレンド、そして下方向に抜けた場合はね、下に落ちていくというところでございますが、まあ、ここもと、ね、直近の安値でいきますと、やはり106円20銭から106円40銭ぐらいですね、えー、ここのレンジを抜けたところでね、大きくブレイクする可能性がある。 そして、上値の方はね、その後106円50銭、下値の方は106円というところでね、サポート、レジスタンスがありますので、まあ、最終的には106円50銭、そして106円を下抜けるか、まあ、こういったところがね、この三角ペナントの行く末ということで、上にはみ出るか、下方向にね、割り込むかは分かりませんが、最終的には上であれば106円50銭、下であれば106円をね、割り込んだ方向にトレンドが出てくるからというところでございます。よってですね、ちょっと今の ドルのところは積極的なトレードは控えつつもですね先ほどお,かお話し,しました初動の上は106円40銭下は106円20銭を割り込むまでは少し様子見をしながらですねそちらを上抜けするということであればロング方向そして下抜けしたということであればこちらはねショート方向という形でねポジションを取ればよろしいかなと思いますので、まあ、ニューヨークマーケットのね最初のフェイクは入るかもしれませんがしっかりと 方向感が出たところで、えー、ついていきたいなというところでございますので今の段階では様子見ニューヨークマーケットで、えー、そのレンジをね、えー、申し上げたレンジを破ったところについていくというところをね意識してい,けいただければと思いますので参考にしてください4時間足見てみましょうはい、えー、4時間足の方も値動きがね、えー、小さくなって、えー、三角ペナントが出現しているというのはね、えー、4時間足を見てもわ、えー、かるところでございます まあ今まではね、安倍首相の辞任だとか、パウエル議長の発言等によってね、大きく乱高下する相場が、まあ、2週間ほど前に、ね、あったというところでございますが、ちょっとね、雇用統計を受けてもあまり動かなくなってきているということで、最終的にドル円の、ね、動くところというのは、もしかしたらね、来週の FOMC、まあ、そういったところでね、大きく変わる可能性があるというところでございます。まあ、ただね、この小動きが今も、ね、ずっと続くというわけではございませんので、やはりね、中期的な目線です。 やはり106 106 50円円から、えー、円50銭こちらの50ピプスを、ね、上抜けするか下抜けするかその前段階として106円40銭と106円20銭そちらの細かい、ね、レンジを破ることができるかどうかという形で2段階構えで、ね、上値と下値を意識しながらまずは1段階目の、ね、106円40銭と106円20銭そちらが、ね、どのような方向に傾くかというのを、ね、今日のニューヨークマーケットのオープンで確かめていただいてそのトレンドについていくという形で、ね、三角ペナン ポイントを外れた方向についていくというところを、ね、意識していただければと思いますので参考にしてください,、はい。以上でドル円相場を終わりまして続いて5ドル円を見ていきましょう。 はい、えー、5ドル円の方は大きく下方向に、えー、向かっていったということでね、えー、こちらはポンドの下落につられてリスクオフのね、えーまあ、円高という形になっております。まあ、株式相場の方もね、時間外取引で下げ始めましたので、一旦ね、東京マーケットが終わりました、こちら15時過ぎのところは上方向に伸びるかと思いきやですね、これは完全なフェイクという形になりまして、まあ、77円60銭を上下げでつけた後はですね、今まで の細かい相場、え77円30銭から40銭ですね。えこちらのレンジをね、え一気に下回る形で、え今後はね、え下方向にえこちらはね落ちていく可能性が強いというところでございます。えただもちろんね、えニューヨークマーケットまだ今週始まっておりませんので、えその初動にはついていきたいというところでございますが、えおそらくね、えここから V 字回復をするというところよりも、まあ、戻ったとしましても、え77円30銭よりか下側でね、この移動平均線よりか下側でレジスタンスを食らう可能性が非常に強い。 強いといいうとところでござますはいってもね、60分足ご覧いただきますと、77円のねサポートというところがありますので、まあ一旦はね、サポートが入りやすい局面には来ております。よってですね、突っ込んでショートを取るというところではなくて、一旦ねえね、戻ってきたところ、77円30銭ぐらいでしょうかね、こちらのところのを上回ることができずにですね、再度反落する、要線から陰線に落ちるというところがあればですね、ショートを組んで77円割れを 狙っていいいいくととう形でよろしいかと思まます、まあ、週末スペシャルではね77円で強力なサポートがありますというお話をしましたがちょっと状況的にはねまだアメリカマーケット始まっておりませんが現段階ではいい材料がないということで一旦はね77円を抜けると底抜けするというところもね意識しながらしっかりとね戻り売り戻り,売りをデイトレの場合ですと仕掛けていってもよろしいんじゃないかなというところでございますこちらの方もね結局はダブルトップということで60% 分足ベースで77円50銭を、ね、超えたところでは上ヒゲが、ね、2本出ておりますので、まあ、猫耳、えー、という形になりますので、こちらの77円を割り込んだら、一旦は、ね、大きく下げる可能性が出てくるというところでございますので、まあ、こちらはやっぱり戻り売りということで、77円25銭から30銭ぐらいまで、ね、戻ってきたところ、ちょうど移動平均線もこれから上から降っていきますので、そのあたりで陽線から陰線になるというところがあれば、ですねしっかりとショートを組んでいただくという形でよろしいかと思います。 四時間足見てみましょう。 はいえー、4時間足の方も、えー、こちらもね、えー、移動平均線が今までの右肩上がりから右下下がりになって、まあ1週間ぐらい経過しているというところでございます。そして今回ね、えー、伸びたところがあったんですが、えー、結局のところ、そこは、えー、移動平均線付近で陽線から陰線にレジスタンスに切り替わったというところを受けますと、やはり下方向に行く方が、えー、確率的には高いかなというところでございます。前回、えー、77円でね、サポートを受けておりますが、もう一度ね、えー、割り込みますと、もう少し し進んで76円50銭という、ね、過去のレジスタンスラインまで落ちる可能性はありますので、まあ、そのあたりで、ね、ショートを取って下がった場合には一旦は利益確定というところも、ね、見えてくると思いますので、まあ、引き続き、ね、4時間足を見ても60分足を見ても戻り売りというスタンスで、ね、ショート方向で攻めていただければと思いますので、まあ、突っ込んでショートを取るというところではなくて、しっかりと戻ってきたところでまた反落するようなサインで平均足の色が変わったときにショートを組むという形で、ね、参考にしていただき。ます。 ればと思いますはい、えー、以上で、えー、5ドル円の解説を終わりまして続いて、えー、今日のね今のところの主役のポンド円を見ていきましょうはい、えー、ポンドの方は今日は大きく下げております 昨日の、ね、動画解説のタイミングですと140円を少し、ねえー、下回っているというところでございましたそしてニューヨークマーケットと東京マーケットは、ね、弱いながらもなんとか140円に、ね、食らいついていたんですが、まあ、ヨーロッパマーケット、ね、始まる前東京マーケットの後場からです、ね、徐々に切り下げていきましてヨーロッパマーケットがオープンしてからです、ね、反発しても移動平均線に2発、ね、レジスタンスを食らって一気にオーバーシュートという形で大きく 下げてしままったとといいうことでございます今は、ね、138円50銭で一旦はサポートが入ったというところでございますが、まあ、昨日の、ね、水準の140円から見ますと150ピップスぐらい、ね、下げておりますのでちょっと、ね、下げがきついかなと理由に関しては先ほどお話しましたイギリスの EU 離脱が難航しているというところで、ね、そういったところも含めてポンドは、ね、弱含みというところでございます60分足見ていただきますと完全な、ね、下落トレンドに突入してしまいます まましたとといいうところでございます移動平均線は基本的には、ねまあ、1週間の時間軸でございますが先週142円50銭を超えたところで、ね、ピークを迎えた後は移動平均線を割り込む割り込んだ移動平均線に、ね、ことごとく頭を押さえつけられて移動平均線付近で陽、ね、線から陰線に切り替わるという形でレジスタンスを受け続けているとそして今回は、ね、大きく乖離しまして下落をしておりますのでこちらも、ね、まだまだトレンドが変わるとは わからないといいととうころででございますので、まあ、突っ込んでショートを取る必要はございませんが一旦ね139円ぐらいまで上がってきましてこちら移動平均線もしくは139円よりか下側でその反発した陽線のオレンジ色から水色の、ね、陰線に切り替わるというところがあればしっかりとショートを取ってもう少しで、ね、下落を味わっていただくという形でよろしいかと思います。 こちらもね、4時間足も見ていただきまして、どのあたりでね、サポートがあるかというのをね、確認していただきたいと思います。 はい、4時間足ベースのね、サポートラインというのはちょうどね、今ぐらいの138円前半ぐらいで1回ね、過去のサポートラインがあったというところでございます。ちょっとね、140円台、140円のね、今までのレジスタンスが、まあ、サポートとして、ね、少し機能したかなというところでございますが、まあ、ほとんどね、反発らしい反発がなく下がってしまったということでね、まあ、一旦ね、138円の前半ぐらいではサポートが入るかもしれませんが、それをね、139円 もしくは140円まで戻るかと言いますと、140円はね、すぐには難しいかなと思いますので、やはり60分足ベースの移動平均線および139円ぐらいですね、この辺りまで戻ってきたところで、しっかりと60分足、こちらのところでショートを組むというところの、ね、サインとしましては、139円、もしくは移動平均線よりか下側、ここで栄養から陰線になったときに追撃のショート、そして138円ぐらいまでですね、こちらは落ちる可能性があるというところを含めてですね、 こちらも5ドル円と同様に戻り売りということでね、えー、すぐさま反発する可能性は低いということでございますので、まあ、少し戻ってきたところで追撃の、ね、ショートを組んでいただくという方向性でよろしいかと思いますので、参考にしてください。はいえー、以上でポンド円の解説を終わりまして、最後にユーロドルを見ていきましょう。 はい、ユーロドルでございますが、こちらも弱気相場が継続しているということで、昨日の動画解説のタイミングは1.1830付近をうろうろしていたということでございます。ちょっとね、弱含みということで、ドルがねほぼほぼ変わらずにユーロが下げておりますので、まあ、ジグザグもしながらも移動平均線とボリンジャーバンドの上限あたりでねレジスタンスを食らってしまうというところでね、ねとうとう1.1800。 こちらを一旦ね、先ほどのポンドの下落に巻き込まれて割ってしまったというところでございます。一旦ね、今のところは20ピプス下げた1.1780から反発して1.18に戻ってきているというところでございますが、こちらがね、ちょうど1.18付近で負担になる可能性はあるというところをね、受けまして、こういったところはね、しっかりと戻り売りの確認をしていただくというところでございます。ちょっとこちらのね、ラインの方ずれておりましたので、確認 1.18、えー、に合わせますね。 はいということでね、60分足目をねずらしていただきますと、こちらもね、三角フラッグという形で1.18を底辺としまして、上根がね、徐々に重くなってきていたというところでございます。そして今回もね、下ヒゲで終わればいいんですが、もう一度ね、大きく下げることがあれば、今まではね、下ヒゲをつけて反発していたというところがね、明確に割り込むという形になりますので、やはり基本的にはもう一度割り込んでしまったというところがあれば、しっかりとね、ショートで攻めていくということす。 1.18割れは、えー、今日は、ねえー、もう少し進むんじゃないかなというところでございます。えー、それにしても、ね、ドルが非常に強いということで、えー、逆に、えー、ドルの方に資金が集まっているというところがありますので、まあ、そういったところ、ね、ドルインデックスを見ましても強い状況の中、ユーロドルの方はもう少し、ねえー、下に掘っていくんじゃないかというところと今まで、ね、明確に1.18サポートが出ておりましたので明確に割り込みますとちょっと、ねえー、次の下のステージに行ってしまうかなという形になりますのでここは、ねえー、注意が必要かなと。 4時間足で、えー、サポートラインを見ていきましょう。 はい、えー、こちら1.18を、えー、明確に割り込んだ場合は、やはりね、えー、1.17ぐらいまで、えー、サポートがないというところでございます。まあ、過去ね、1.18を割り込んでから、えー、ほぼほぼね、下髭で、えー、グインとね、戻ってくること,ところがありましたので、まあ、明確にね、えー、割り込むというところよりも、一、えー、回ね、えー、下がったところで急な反発が入れば、えー、またね、えー、ロングが組めるかなというところでございますが、さすがにね、ちょっと今まで1.18が、 回、2回、3回、4回、5回、6回、7回、8回目の、ね、割り込みと、過去1ヶ月間でというところでございますが、ちょっとここまで来てしまいますと、ね、1.18の取りでもボロボロかなと思いますので、このあたりは移動平均線の下げもありますので、結局移動平均線を上回るまではロングは現金という形になってしまいましたので、基本的には移動平均線もしくは1.18付近で再度、ね、下げが加速するというところであれば、やっぱりショート方向というところでございます。もちろんね 下ひげが戻ってきまして1.18に再度ね下ヒゲが出て戻ってきた場合にはロングが組める可能性があるというところでございますが今のね状況でいきますとちょっとその方向はね難しいかなと思いますただ22時30分のアメリカマーケットの初動にはね気をつけていただく必要があってまあ、そこでね反転が起こる可能性もあるというところですのでまあえー 優位性がね決してあるタイミングではございませんのでちょっとねギャンブル的にロングショートを組むよりも、えー、ニューヨークマーケットの、ねえー、入り方を見た方がいいかなと個人的には思っております。えー、よってですね、えー、この1.18が今日ね、えー、しっかりと、えーま、下髭をつけて戻ってくるというところであればね、えー、明日以降ロングが組めるかもというところでございますが、ま、1.18を割り込んで、えー、戻ってきたところで再度蓋をされてしまったというところであれば少しねショートで1.17ぐらいを目指していくという形になろうか と思いますのでその辺りは臨機応変に今日の、えー、ニューヨークマーケットのオープンとクローズこれが1.18よりか上にいるか下にいるか、えー、こういったところをね意識しながら、えー、ロングが取れるのかショートで攻めていくのかというところをね、えー、ご判断いただければと思いますので参考にしてください。 はい。以上でね、先進国通貨、4ペア、4通貨の解説を以上といたします。LINE の方でね、トレードポイントの配信を行っておりましたが、早くもですね、上限に達してしまいましたので、明日からは Twitter の方で配信をさせていただきます。今日まではね、LINE の方で配信をさせていただきますので、よろしければ参考にしていただければと思います。今回の動画が少しでも参考になったという方がいらっしゃれば、いいねボタンを押していただきますと、モチベーションアップしますので、よろしくお願いいたします。今回は以上です。今日も一日お仕事。 とトレードお疲れ様でした、えー、また明日からも頑張っていきましょうバイバイ